地震大国に暮らす日本人にとってこれは生きていくために当然のことですが、失敗から学び教訓を生かして成長し続ける姿は外国人にとって素晴らしく映っているのでしょうね。2024年1月1日、新年を迎え、多くの人がいつものお正月を過ごしていた真っ最中、石川県能登半島を震源に最大震度7を超える地震が発生しました。2011年の東日本大震災を彷彿とさせるような緊急地震速報や津波警報を見て、当時を思い出した方は少なくないのではないでしょうか。そしてそれは今現在も決して過去の出来事ではなく、現在進行形で辛い思いをしている方がたくさんいらっしゃいます。少しずつ日常を取り戻している方が増えてはいるものの、日本人一人一人が自分がすべきことを正確に判断し、また自らも恐ろしい地震に万全の備えをしておかなくてはなりませんね。新年早々、そんなことを痛感させられる2024年の幕開けとなりましたが、今回の能登半島地震についてインターネット上では海外の人々からたくさんの反応があったようです。日本人や被災者の方へのいたわりの言葉、心強いエール、そして意外にも多いのが今回の地震を受けて現れた日本人の行動に関する称賛の言葉だったんだとか。それが一体どのようなものだったのか、詳しくご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。1. 令和6年能登半島地震における外国人から見た日本人の姿。2024年元日に発生した令和6年能登半島地震、最大震度7、マグニチュード 7.6 を記録し、それに伴う火災や津波、家屋の倒壊や地割れ、液状化など、発生から1週間が経過した現在も多くの人々から日常を奪い続けています。また1月8日現在、死者数は161名にも上り、現在も103名の行方不明者の捜索や救助が続けられています。テレビを見ても、新聞を見ても、 SNS を開いても、連日被災地の甚大な被害を目の当たりにし、心を痛める日々ですが、このような辛い状況にある石川県、北陸地方、そして日本全体を称賛する外国人の声をインターネット上で多く見ることができます。どんなにポジティブな言葉をもらっても、被災された方への支援になったり、状況を変えることはないでしょう。しかし一人一人が日本人の素晴らしいとされる点を認め、誇りに思い、自分の行動を見直すことが巡り巡って被災地支援につながる可能性も考えられます。私たちがごく普通のことだと思いながら取っている行動が、外国人から見てどれだけ尊いことなのかを少しでも知っていただけたら幸いです。 2. 被災者提供の動画からわかる日本の姿。 SNS には令和6年能登半島地震が発生した際の動画がたくさん拡散されています。皆さんそれぞれの場所でその場に立っているのも辛いほどの大きく長い揺れを体験していたことがよくわかる映像です。その中に金沢駅のバラエティショップで撮影された動画がありました。綺麗に陳列されていた商品が地震による揺れで次々に落下、天井から吊るされた展示物などが大きく揺れ、人々はその場にしゃがみ込んでいます。また他にもボーリング場で撮影された動画もありました。ボーリングのスコアが表示されるモニターは天井高くから吊るされているので、こちらも大きく揺れています。そしてボーリング場利用者たちはそれぞれ近くにあるサイドテーブルの下に入り、万が一何かが落下してきた際に対応できるよう冷静に行動している姿が映っていました。実際にこの地震の揺れを体験した方、また地震が頻繁に起きる日本に暮らしている私たちにとって、これらの映像はごく普通に感じられるかもしれません。
しかしこういった動画のほとんどに外国人から称賛の声が集まっていたのです。 3. 外国人が感心する耐震設備。内容は大きく分けて2つ。1つは大きな揺れでもものともしない耐震設備です。実際今回の地震で倒壊した家屋や建物は多くあり、それにより亡くなった方が出ていることからも日本の耐震技術が完璧だということはできません。しかし駅やボーリング場など比較的新しく多くの人が利用する施設では、棚やモニターが大きな地震の揺れに対応できるよう考えて作られていることがわかります。特にボーリング場のモニターに関しては、いつ床に落下してもおかしくないほど揺れているのに、たくさんあるうちの1台も落ちていないことが絶賛されていました。 4. 大地震下でも冷静な日本人の姿。そしてもう一つ外国人が絶賛していたのは、日本人の落ち着いた行動力に関してです。動画には凄まじい揺れや落下物が映っており、人々が身の危険を感じてパニックに陥るには十分すぎる状況だったことがわかります。しかし動画を確認する限り、誰一人として大声で取り乱したりパニックで走り回ったりする人はいませんでした。みんなその場にしゃがみ込んだり、机の下に入って身を守ったり、地震の時に自分が取るべき行動を一人一人がよく理解しているのが感じられます。そして取り乱して騒ぐことが、むしろ自分たちや周りの人を危険にさらすことも分かっているので、危機的状況だからこそ皆冷静に振る舞っているのです。外国人はこういった日本人の姿勢をとにかく素晴らしいと評価しているんだとか。普段から日本人は他人のことを考えられて秩序があると評価され、国民性自体褒めてもらうことも多いですが、このような日本人の落ち着いた行動には、地震大国だからこそ普段から地震への備えや避難訓練が熱心に取り組まれていることをよく理解してくれているのでしょうね。しかし日本人も初めからこのように国民の地震への理解が深かったわけでも、十分な対策が取られてきたわけでもありません。悲しい経験を繰り返して、日本人が日本で暮らしていくためにいざという時の訓練や備えができるようになってきたのです。 5. 日本の耐震の歴史と成長。歴史の教科書をたどっても、日本が過去に何度も大きな地震に襲われたことを確認することができます。しかし昔は技術が伴っていなかったり、そもそも対策できるものであるという認識もなかったのかもしれません。積極的に耐震技術が重要視され始めたのはわずか100年前、1923年の関東大震災以降だと言われています。この頃まで耐震技術は現在のように重要視されていなかったため、多くの建物はひとたまりもありませんでした。特にレンガ造りの建物はほとんどが倒壊、被害を受けた家屋はなんと37万棟、死者・行方不明者は合わせて10万5000人に及ぶなど、甚大な被害を受けました。これを受けて日本はようやく地震への対策を積極的に行うようになったのです。建築物法が改定され、今では当たり前の耐震規定が盛り込まれるようになり、この頃から鉄筋コンクリートの建物も増えていきました。しかしそれからも日本を襲う地震がなくなることはなく、1981年にはさらに強固な新耐震基準が設けられたそうです。これは現在まで続いており、中規模地震震度5強程度までで、は軽微な損傷まで、それ以上の大規模地震震度6から7程度でも倒壊しないことが規定になっています。言葉で言うことは簡単ですが、現在の日本ではもちろんこれを実現できるだけの技術力を有しています。実際にこの1981年以降に建てられた多くの建築物は大地震にも耐えています。
記憶に新しい2011年の東日本大震災でも、新しいビルは倒壊することなく、関東大震災からの教訓は存分に生かされたと言えるでしょう。しかし、建物自体は丈夫でも、衝撃で割れた窓ガラスで負傷した方は多く、津波の被害は過去最大とも言われました。建物の耐震技術に関しては素晴らしい成長を遂げた日本ですが、まだまだ解決していかなければならない課題はたくさんあるのだろうということが分かりました。東日本大震災以降は津波の恐ろしさもまたそれまで以上に広く知れ渡っています。2011年はすでにスマートフォンが普及していたので、リアルな被災状況は映像でも確認ができ、津波によって命を落とした人が多数いることを多くの日本人が知っています。また同じような悲しい被害を出さないためにあらゆる対策が取られるようになりました。道路には津波到達区域という看板が設置されるようになり、日頃から自分のいる場所に危険があるのかどうか把握できます。また津波の際はできるだけ高台に避難するという重要なルールが一般的に認識され、自分がどこへ避難するべきか意識するようになりました。一度失われてしまった命も、それまであった日常も決して戻ってくることはありません。しかし生き延びてきた私たち日本人は、せめて同じ悲劇を繰り返さないように日々学び対策を繰り返しているのです。地震大国に暮らす日本人にとってこれは生きていくために当然のことですが、失敗から学び常に災害時への対策や準備を怠らない姿は外国人にとって素晴らしく映っているのでしょうね。6、外国人をも思いやる日本人の心の豊かさ。またインターネット上にはこういった声もありました。日本人は自分たちが地震や津波から助かることだけではなく、外国人のことも考えてくれているんだ。これは被災地の外国人に向け、メディアや関係各所が取り入れている優しい日本語に対してのことです。優しい日本語とはその名の通り、優しく簡単な日本語のことです。幼い頃から日本語を使っている日本人の大人であれば、緊急地震速報、津波警報、避難指示などの言葉もすぐに理解することができますが、日本語を勉強中の外国人や小さな子ども、知的障害のある方などには理解しにくいことが考えられます。そのため高台は高いところ、避難は逃げてなど簡潔に分かりやすい言葉が積極的に使われているんだとか。実際令和6年能登半島地震でも地震速報の画面にはこのような優しい日本語が使われているのを見た方も多いのではないでしょうか。日本では1995年の阪神・淡路大震災以降、こういった優しい日本語の取り組みが行われており、外国人被災者への配慮がどんどん進んでいるといいます。日本人である私たちも大地震に恐怖を感じるのはもちろんですが、故郷と離れた場所で被災する外国人はより一層不安な気持ちになるでしょう。そんな時に優しい日本語を目の当たりにすれば、自分たち外国人のことを考えてくれているんだと実用性以上の安心感を得られると思います。そういった意味でも国籍問わず被災者支援を重んじる日本人の対応は全世界の人に影響を与えているのかもしれませんね。令和6年能登半島地震は発生から1週間以上が経過しましたが、現在進行形で苦しんでいる被災者の方が多くいます。少しでも力になりたい、自分にできることを早くしてあげたい、そう思う人がたくさんいることも、また当事者意識が強く他人を思いやれる日本人の素晴らしい点なのかもしれません。しかし政府や石川県が正式にコメントしていることから、状況を考えずに突っ走ってしまうのは
むしろ現地を混乱させる原因になってしまいます。時を待てば、適切なタイミングで適切な人を助けてあげられる時がきっと来るはずです。被災地のことを考えると、すぐに行動したくなる思いはありますし、その気持ちはもちろん素晴らしいことですが、一度冷静になり、外国人が称賛してくれた秩序と思いやりのある冷静な日本人として待つ勇気を持てるといいですね。そして一日も早く被災地に平穏な日々が戻ってくることを心より願っています。令和6年能登半島地震や日本人と地震の在り方についてなど、コメント欄でぜひお気持ちを聞かせてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。